はい、今日はね、袋田の滝を見に来ました。ちょっとね、スタートが遅かったんで、もう昼回っちゃってますね。1時30分ぐらいかな。地図をもらいました。今 WCP って書いてるあたりのオレンジのところにいます。これからの親指の上の方、親指の上の方のね、袋田の滝に行きたいと思います。すごいですね、イノシシですね。リボーが可愛いですね。シカちゃんもいます。はい、今歩いてるんですけどね、本当はね、年末にオズモポケットをね、注文したんですよ。 10% 引きってことでね。ですけども、それが全然届かなくてですね、困っちゃってますね。どういうことでしょうか。もう1ヶ月くらい経ってるんですけどね。はい、川の上来ましたけど、川が凍ってます。ちょっと期待できそうですね。もうすぐ頂上だと思います。
辛い。ちなみにもうずっと登ってきましたよ。いやー大変。これね、ここはいいんですけどね、さっき急で一段一段がね、これの倍以上ある階段で登るの大変でした。いやー偽ピークでした。ちょっとしたハイキングコースだと思ったらね、結構辛い。水も何も持ってきてないんで、喉からからでやばいです。あとちょっとなんで頑張りましょう。もうこんな感じですもん、嫌になっちゃう。はい、あんまり人いないですね。やっぱこっちまで登ってくる人あんまりいないんでしょうね。多分そこじゃないですか。行ってみます。また偽ピークです。いやー最初はそこにいたんですね。上がってきた、上がってきた。はい、最後の登りです。なんだっけこの山、月山だっけ、よく覚えてねえな。頑張ろう。はい、もうすぐ頂上です。これ頂上じゃないですか。ヤッホー言ってる子供たちがいますね。これ頂上でしょね。頂上ってことにしましょう。いやー疲れた。はい、じゃあここを頂上とします。頂上って書いてないけどね、頂上だよね。よいしょ、上がってきた。いやね、水をね全く持ってきてないんですよ、ハイキングコースだと思って。でね、もう喉カラカラなんですけどね、食べ物もこれね偶然入ってた、買ったの覚えてなかったですね。いや今日買ったんですけどね、ちょっとこれ今食べ頂上で食べてエネルギー補給します。今ね一口食べただけですごいなんか勇気湧きますわ。ただね水がないのはちょっと辛い。さてさてこの後どうするかですね。もうきっとここでさっきの子供たちがヤッホー言ってたんですね。いやー登ってきたね。やっぱあそこピークだね、絶対そうだ。違うルートで降りてみっかな。ちょっと行ってみます。はい、今調べたらどうやらあそこは頂上じゃないみたいですね。まだ7番なんてまだ先があります。行ってみます。これ頂上じゃないなって、ちょっともう頂上ってことにしようかって思いながらでも無理ですね、うん、ありますね。の、うん、登って戻りましょう。温泉一泊いくらぐらいですかこの辺は。まずですね、あそこの何温泉だったかな、あの入り口のところになってたかな、うん、入り口のところの温泉でシングルだと1万2000円でした。ああそうですか。一泊の食付きで、でそれは部屋がシングルの部屋で、で、和室の広い部屋一、うん、人で使うと1万8000円。うん、でもね温泉最高ですよ ね、 ね、最高です。でこの近くにも宿はあるんですけど温泉ではないんです、うん。バッグの中にね、前回の、前回どこ行こうとしたんだっけな。なんか、山に入ろうとして、買ったやつが残ってたんだな。違うわ。ハイキングだ。分けてあげました。はい。じゃあ、残念ながらね、あそこのピークには、まあ、たどり着けなかったんですけどね、時間が3時なんで。戻ります。チョコレートとね
大福あってよかった元気になったんですけど、あれですよ、水がないんですよ、一滴も。ライトはね、ライトもない、歩けるようなライトはね普段持たないんで、まあこの道ダメなんですけどね、風も強いです。結構ね冷たい風がね強いっていうかね、まあ、結構吹いてるんで、まあ無理はしません。いいんじゃないですか、できる範囲で時間いっぱい遊んで安全に帰る。それでは戻ります。はい、ありがとうございます。はい、4時45分ぐらいなのかな、すっかり暗くなりました。本当はお風呂入っていきたいところですけど、ちょっとね悩んでます。結構今こんな、実際にこのぐらい暗いですよ。もうね帰ろうと思ったんですけど、せっかくなんでねフルコース楽しもうと思って今団子買いました。で今からライトアップされている黒田の滝見てから帰ると思います。はい、無事に夜の部も見学できたんで帰りたいと思います。お疲れ様でした。